江川義文です。40歳です。大型 T19 所属、まあ、パウエルのビデオを見てからのここ店に向かうっていうのが割と毎週の催し的な感じだったのかな。で派手じゃない、なんかちょっとジャンプとかしたりすると、だから一般的な人にもなんかちょっとわーみたいな感じで盛り上がってて、僕らはそれが子供ながらすごく優越感に浸れて、ちょっとちょいあそこでこう羽ばたけるじゃないけど、なんかそういうのが楽しかったのかな、子供ながら。バックトゥーザーシティの大会がすごく僕にはすごいなんかもう華やかに見えたっていうか、いろんなことが、だからスケートボードももちろん大会出るのもプレッシャーだったり、いろいろもう全部がもうピッカピカに楽しいんだけれども、そこに集ってる人たちのエネルギーがなんかすごく今の軸というか、なんかそのものの価値観の考え方の原点にはなっていて、ああいう風なスタイルをそのままやっぱ日本の自分がやってる環境に落とし込めたら、なんかすごいいい空気感になれるかなと思って、そっからなんかいろんなファッションだの、誰が何着ててどういうもんが好きでとかっていうことをなんか掘り下げるっていう作業が始まったのは、そのスケートボードの大会出てから。ヘクティックっていうのを、94年ぐらいにオープンした時には当時22歳 で、まあ、自分が好きなものを買えるセレクトショップで、それをお店に置いてみんなに提供できるというか、自分の好きなものを、同じものを買ってもらえるのがすごくなかなかないなっていうチャンスで、いろんなものを買ってきたっていうのがそもそものきっかけかな。この間は、ジャッジを、スケートボードのジャッジをしてましたね。今の日本のシーンのトッププロを見れたのがすごくちょっと新鮮で、すごい感動、ある意味感動しましたね。っていうか僕に話がジャッジしてくれっていうのが来た時はもうやったって感じだったんですけど、だから関われるような仕事ぶりな内容っていうか、一般的なアピールもできる大会で、一般の人もフリーで見られる大会はあんまないから、希望的にもあのスペース的にもなんかいろんなことが多分備わないとああいうことできないっていうか、東京の中心地でやるっていうのがやっぱ多分重要なんだなっていうステータス的にも、あれはぜひ続けてやったら、というかあそこのなんか六本木の会場ですごい懐かしい人ばっかに会うってことは、やっぱだから相当なみんな集える場所というか、行けば誰かに会えるし、懐かしい人オンパレードだったし、何やってんですかって逆に煽られたりとか、いやジャッジなんだよねみたいな、すごいショーアップされてて、なんか本当ちょっとでもあれを少し日本で感じられる大会にちょっとなってきたかなっていうのがすごく、しかもライダーもその引けを劣らず結構メイク率高かったりしたから、やっぱすごいなって、みんないい目をしてるというか。ヨッピーです。 VHS マグ見てね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 